原さんからですね、いただいたご質問で、ちょっと確認文章で今読んで確認します。おすすめされた LCD カバーを印刷しましたと。で、スチールシートとフィラメントの、組み合わせ、でしたが、何度も剥離しましたと。スライスの際に90度方向を変えたものも合わせてプリントしましたと。で、まあ文字では伝えにくいんですが、まあそうですね、難しいですよね。で、サポートなしとしたときに90度変えたものは浮いた平面の、フィラメント、蓋の裏側がくっついていない、双面状態だったりします。どのような面の印刷が効かなくなるか、またそれ、すなわちそれを避ける形での配置、もしくはデザインとすべきかと。どのような時にブリームサポートつけるかなど、ご教授いただけますと幸いですということで。花さん、ありがとうございます。で、今 LCD スクリーンを、これね、映しましたんで、これちょっと解説していきます。ちょっと急ぎ足でいきます。これですね。で、まずね、この状態で、作るとですね、浮いてるのわかります？この辺、微妙に。これ。これ。ここ。わかります？ここ。ここ、ここ。ここ。浮いてるでしょ？ここにサポート材全部立てるっていうのはちょっとナンセンスなんですよね。例えばこれこの状態で、サポートなしで、それからブリムもなし、でインフィラはまあ 10% でこれ出してみたとするじゃないですか。で、これはね、さすがにオーバーハング辛いですよ。空中にいきなりこうやって書き始めることになるのでね。わかります？この辺。空中にいきなりこうやって書いてるじゃないですか。ボンっていきなり、この面積を。これはね、やっぱ出ないですね。で、僕は、このデータをどう作るか、で、ちょっと説明していきますと、まず角度はね、変えます。こっち、こんな感じですかね。あ、こっちじゃない。こっちだね。こんな感じ。で、これだと縦、方向なので、まあ、これでもいいのかな？ Y 軸が動くからいいのかなと思ってるのは、ここは好みですね。僕はもう90度回転させます。こういう向きで出しますね。こんな向きで出します。はい。こんな感じです。で、ベッドに定着していけばですね、これで全然 PLL だったら、全然十分ガッチリしたものを作れるので、これで大丈夫ですね。で、このデータのね、素晴らしいところは、この作者がですね、ほぼ、なんだっけ、サポートを立てないでプリントできるようにしてくれてるんですよ。このデータ面白いのは。わかります？ここ。ここなだらかな曲面になってますよね。ここいきなりね、ここの R がなくって、R っていうのはこの曲面ですね。がなくって、いきなりドンってなってると、そこにサポート立てるようになるんですよね。こっちもそうですね。バックカバーのこの、はめ合わせるとこね。ここが、なだらかな曲面になってますよね。ここ。この辺。で、これはですね、サポートここ立てなくていい、良くなるので、これはね、非常にいいです。で、ここなんかサポート立てなくといけないかなってちょっと不安になるんですけど、これぐらいのブリッジングだったら、ミニは全然出してくれる、綺麗に出してくれるので大丈夫です。問題ありません。はい、ということで、このままスライスを実行。で、このまま出しちゃって大丈夫です。もし心配になったら、サポート、どこでもっていうので、出してもいいと思いますけど、出来上がったものを見ればですね、そんなになんか、いらなかったかもって見ると思うので、サポートはね、僕これ必要ないと思ってます。はい。ね、こんな感じです。で、下から見ていくとですね、このファーストレイヤーを見ると、こんだけがっちり貼り付いてるんで、どっちかにパタンって倒れる感じしないと思うんで、これはね、ブリーム立てなくて大丈夫です。回答に、お答えすると、こういう配置で、僕はこれを作りましたという感じです。プリント設定も、この最初ドラフトで作ってみるといいと思います。特に理由はないです。理由はないですっていうか、初めてのプリントレベルだったら、とりあえずその、プルサミニに推奨されているプルサスライサーの設定を使ってみて、で、なんかちょっと太って、って出る。大きめに出るなと思ったら、それはフィラメントの流量が多いので、それを絞る形に動く。し、なんかスカスカだなっていう感じだったら、多分フィラメントが出てないので、それをちょっと増す、大きくする形で、パラメータを調整していくってことになります。で、おそらくね、でもこのモデルはね、これでこのまま出てくれるはずなので大丈夫だと思います。一旦これでチャレンジしてみてください。これですね。一旦これでチャレンジしてみてください。